アチです。僕はオンライン上で開催している日本語レッスン C クラスや A クラス、S クラスの生徒と毎月面談していろいろな悩みを聞いたりアドバイスを求められているのですが、その中でも本当に多いのが、日本で生活しているけど友達ができない、どうしたらいい？とか、台湾に住んでいるんだけどどうしたら日本人の友達ができる？など、日本人と仲良くなる方法や日本人とのコミュニケーション法です。確かに日本語教室では日本語の文法や単語などは教えてもらえますが、それを実際にどうやって使ったら友達が山ほどできるか、どうしたら見た目も中身も最高に素晴らしい彼女彼氏ができるかは教えてもらえません。それにもっと言うと、あなた日本人の友達欲しいんですよね。それだったらこの話し方やめた方がいいですよ、マジキモいんで、とか前々から思っていたんですけど、その話し方マジでイラつくんで勘弁して、とか直球で日本人に不快に思われる話し方や友達ができない理由を指摘してくれる人はほぼ皆無だと思います。今回は無自覚のうちに自分の印象を悪くして相手にイラッとされている会話、特に日本人女子が嫌う話し方を2つ紹介します。まず否定。何を話していても必ず否定してくる人がいます。それも圧倒的にたくさんいます。この前スタバ行ってご当地ドリンク飲んだんだよね。いや、あれ飲んだんだけどさ、正直期待外れだったわ。私来週ワクチン接種することになったんだ。でもワクチンって危険なんだよ、2年後死んじゃうらしいよ、などのように、いやとかでもという言葉を使わずにはいられない否定マンは本当に嫌われます。否定マンは相手よりも知識があることを示したい、相手は正しくない情報を言っている、私は正しい情報を知っている、だから訂正してあげないといけない、会話では自分が主導権を握っていたい、だから相手を否定して優位に立ちたい、自分はバカではない、知識が少ないわけではない、ということを示すために知っている情報をアピールしたいといった認識があるから、相手の話を否定せずにはいられなくなっています。会話を何のために行うのか、おそらく否定マンに該当する人はさっきの認識を見て、そうだ、それの何が悪いんだ、正しい情報を提供したんだからむしろ感謝されるべきだ、などと感じていると思います。ですがそれは多くの人、特に日本人女性からしたら死ぬほどどうでもいいことなんです。そもそも否定マンは会話の本質を履き違えています。基本的に会話は今目の前の場を楽しむために行うもので、相手との感性の一致を図ったりお互いに楽しい気分にさせ合うために行うものです。ですが特に男性に多いのですが、会話を相手と楽しむものではなく、中身や学びがなければならない、そこに価値のある情報がなければならないと捉えている人がいます。もちろんビジネスでの会話や専門家が集まる学会での会話ならそれでも問題ありません。ですがその認識のまま普通の女性と接してしまうと、なんかこいつ話しにくいな、こいつマジで否定しかしないな、黙って人の話聞けやボケ、結局自分の知識ひけらかしたいだけだろ、そんなの YouTube かなんかで勝手に喋ってろよ、人の話をちゃんと聞こうって小学校で教わらなかったのかな、としか思われないのです。そうだよ知ってる。今回紹介するもう一つの口癖は、そうだよそれ知ってるです。新しいスパイダーマン1月に公開されるんだって。そうだよ早く見たいよ。この香水木村拓哉も使ってるんだって。知ってる。これも先ほどの否定マンと同じで、知識がない、知らないと相手に舐められる、知らないことは恥で良くないことという世界観を持っているため、何でもそうだよ知ってると言ってしまいます。相手の立場に立つ、この何でも知ってるマンに該当する人はちょっと考えてみてほしいのですが、逆に相手があなたの話に、そうだよ知ってるよ、え今更知ったのと返してきたら、
あなたはどう思うでしょうか。おそらくあまり気分が良くないと思います。なぜなら、そうだよ知ってるは、相手がこれから話したい話題を一発でシャットアウトしてしまうことであり、それ以上その話をすることができなくなってしまう会話破壊に他ならないからです。会話をぶっ壊してくる人と話したいと思う人は超レアだと思います。だから一般的には、へえすごいね、何でも知ってるんだね、すごい物知りなどと言われていても、陰では、はいはいまた始まりました知ってるマン、あいつじゃ他に知らないのかななどと思われて、友達との会話のネタにされているという悲しい現実があります。知っていても言わない勇気を持つ。ではこういった口癖を持っている人はどうしたらいいのでしょうか。一つは、知っていても言わない勇気を持つことを覚えることです。言い換えると、自分が言いたくなってもぐっと飲み込み、相手にまず話させるということです。実際会話が上手な人やモテる人は、自分が知っていることでも、そうなの？と返すことが多いです。例えばこんな感じ。新しいスパイダーマン1月に公開されるんだって。そうなの？なんかさっきインスタで見た。そうなんだ。いやー俺スパイダーマン好きだからさ、早く見たいわ。私も好き。じゃあ今度見に行こうよ。食事した後すぐに歯を磨くのって本当は良くないらしいよ。へえ、そうなの？うん、なんか30分待った方がいいんだって。マジか、俺昨日30秒後とかに磨いてたわ。めっちゃ直後じゃん。いやー知らなかったわ、ありがとう。どちらの会話を見てもわかると思うのですが、基本的に相手を主役にするということが行われていて、 B が相手に話させるために聞き役に回っています。今まで否定や知ってるばかりで乗り切っていた人は、本当にそれでいいのか、そんなことをして何が楽しいんだと思うかもしれませんが、こうやって相手を主役にして話をすることで、自然と相手も、じゃあ今度は私が聞き役に回ろう、この人は話しやすいからまた話したいなという気分になるのです。それにこういう自然な配慮ができる人の方が結果的に頭いいなと思われるものです。あなたが必死に、僕知識あるよ、いろんなこと知ってるよとアピールする何倍も効果があるんです。今まで自分が話さなきゃと思っていた人は、ぜひ相手を主役に話すことを意識してみてください。きっと人間関係がガラリと変わるはずです。いかがでしたでしょうか。大人になるとなかなか他人から指摘されたり注意される場面が減ってくるため、今回の話がなかなか受け入れられないという人もいるかもしれません。ですが、現状受け入れて改善することで、周りの人がびっくりするくらい魅力な人に生まれ変われると思うので、ぜひお試しください。なお、自然な日本語表現と会話の流れをもっと学びたいという人は、現在開講している C クラスがおすすめです。毎月大量の日本語会話や、日本語学習のコツ、日本人の本音など、あなたの日本語生活を飛躍させるヒントが盛りだくさんです。興味があったら、ぜひ下の URL をクリックしてみてくださいね。それではまた。